クイーンズ区、クイーンズ区、クイーンズはニューヨーク市に置かれた行政上の五つの区の一つ。ニューヨーク州のクイーンズ郡の郡域もクイーンズ区と同じである。ニューヨーク市内で最も東に位置しており、ブルックリンクと共にロングアイランドの西部を形成している。南はブルックリンク、東はナスソー郡と接しており、イースト川を挟んで、西はマンハッタン区。 北はブロンクス区と隣接している。クイーンズは5つの区のうちで最も面積が広く、人口はブルックリンに次いで2番目である。数多くの移民の居住地となっており、クイーンズ郡はアメリカで最も多様な人々が住む郡であり、世界で最も民族的多様性に富む都市地域である。クイーンズ区はニューヨーク市内で面積が最大の行政区である。 2014年の調査によれば、推計人口は232万1580人で、ある。5つの区のうちで、ブルックリン区に次いで人口が2番目に多く、軍としての人口もアメリカ国内で、第10位である。ニューヨーク市の区をそれぞれ独立した市とすると、クイーンズ区はアメリカで、ロサンゼルス、シカゴ、ブルックリンに次いで4番目に人口が多い市となる。ニューヨーク市以外は、市よりも、 軍の方が大きい。人口密度は、アメリカ合衆国の軍の中で、ニューヨーク軍、マンハッタン区、キングス軍、ブルックリン区、ブロンクス軍、ブロンクス区に次いで4番目である、アメリカ上位4つはすべて、ニューヨーク市の軍。民族的多様性に富んでいることが特徴で、居住者の48%は移民であり、近いうちに外国で生まれた人々が多数派を占めるようになると見られている。 クイーンズへのヨーロッパ人の入植はニューネーデルランドの一部としてオランダ人により1635年より始まった。クイーンズはニューヨークに置かれた最初の十二軍の一つであり、1683年にイギリス国王であるチャールズ二世の記載、キャサリン・オブ・ブラガンザ王妃にちなんでクイーンという名で誕生した。年にニューヨーク市の一部として合併された。 シティオブグレーターニューヨーク参照。1683年から1899年まで、クイーンズ軍には、現在のナッソー軍も含まれていた。クイーンズは、マンハッタンやブルックリンと比べると垢抜けない地域で、あるとみなされることが多いが、21世紀に入り、マンハッタンに近いエリアから高級化が進んでいる。ニューヨーク市地下鉄が届いていないクイーンズ東部地区は、 隣接するソー群のような郊外の風景や雰囲気である。しかしながら、クイーンズ西部、中部地区は都会的地区が多く、ビジネス街となっている場所もある。クイーンズ区最西端にある沿岸地区のロングアイランドシティには、シティーコープビルが建っており、これはマンハッタン区を除けば、ニューヨーク市で最も高いビルである。この地区は21世紀に入り、 高層マンションの建設ラッシュが続いている。このため、クイーンズの建築群は、近代的高層ビルから100年以上前の長屋建築まで多様性に富んでいる。1939年ニューヨーク万国博覧会と1964年ニューヨーク万国博覧会の2度の万博が行われた、フラッシングメドーズコロナパークもクイーンズにある。なお、ここには、 テニスの四大,大大会の一つである、全米オープンが開催されるユスタ、ナショナルテニスセンターや、MLB のニューヨークメッツの本拠地である、シティフィールドがある。また、娯楽施設として、アケダクト競馬場がある。教育施設としては、クイーンズ図書館やニューヨーク私立大学クイーンズ校がある。文化施設としては、クイーンズ美術館、ミュージアム・オブ・ムービング・イメージ、ニューヨーク・ホール・オブ・サイエンス。 クイーンズ植物園、クイーンズ動物園、モマ PS1 などがある。クイーンズの経済規模は、ニューヨーク市の5つの区の中で、第2位である。ニューヨーク市内にある2大空港である、ジョンカイケネディ国際空港とラガーディア空港は、クイーンズにある。ラガーディア空港近くのライカーズ島、行政区上は、ブロンクス区には、ニューヨーク州では大規模な刑務所が存在する。 アメリカ合衆国郵便公社はニューヨーク市が5つの区、ボローに分割される以前に存在していた街をもとにクイーンズ区をの郵便区に区分しているジャマイカ郵便区の5つである。これらの郵便区は実際の地区名や境界線と整合性が取れているわけではない。クイーンズを構成する地区の間の境界線は明確に引かれているわけではない。例えばォレストヒルズ地区と レゴパーク地区は一部重複している。クイーンズの住人たちは、クイーンズ区民やニューヨーク市民といった形ではなく、居住する地区への帰属意識が強い。そのため郵便には、区や市ではなく、郵便番号、州の名前とともに、地区名が記載される。区は、それぞれ独自の地区の寄せ集めであり、すべての地区に独自性が存在している。クイーンズには、 経済的に恵まれない地区も存在する。例えば、ラッパーの50セントの故郷として知られている、サウスジャマイカ地区などである。オゾンパーク地区、ベイサイド地区、マスペス地区、キューガーデン地区、ウッドサイド地区などは、多種多様な人種、民族が入り混じった地域を形作っている。このような地区が、アメリカで最も多様な軍を構成しているのである。 12のニューヨーク市地下鉄の運行系統がクイーンズ区内を走っており、7つの基幹路線上に81駅が置かれている、およびトレインはクイーンズとブルックリンをマンハッタンを経由せず、つないでいる、M、およびトレインはクイーンズとブルックリンをマンハッタンを経由して、つないでいる、およびトレインはクイーンズとマンハッタンのみをつないでいる。M トレインの両端のターミナル駅はクイーンズ内にあり、 途中でマンハッタンとブルックリン内を通過する。通勤ロングアイランド鉄道はクイーンズ内に22駅を置いており、マンハッタン、ブルックリン、そしてロングアイランドへとつないでいる。ジャマイカ駅は以外の支線と本線が通過するハブ駅となっている。また、エアトレイン JFK がこの駅から JFK 空港をつないでいる。またリージョナルバスオペレーションズにより、 およそ100のローカル路線と10号のエクスプレス路線がクイーンズ内を走っている。3つの高速道路がクイーンズを東西に横切っている。週間495号線がクイーンズミッドタウントンネルからナスソー群を結んでいる。が、トライボロー橋からクイーンズとナスソー群の境界までつながっている。それより東ではと名前が変わる。は、ブルックリンのから クイーンズとナッソー軍の境界までつないでいる。それより東では及びに分岐する。クイーンズを南北に貫く高速道路は、週間278号線、週間678号線、週間295号線、そして、クロスアイランドエクスプレスウェイがある。クイーンズとブロンクスをつなぐ横断施設は、スロックスネック橋、ロバートカイ・ケネディ橋。 そしてヘルゲート橋がある。クイーンズとマンハッタン島をつなぐ横断施設は、ロバート海ケネディ橋、クイーンズボロ橋、そしてクイーンズミッドタウントンネルがある。同じくマンハッタン区のルーズベルト島とは、ルーズベルトアイランド橋でつながれている。クイーンズとブルックリンの境界の大部分は陸地で、あるが、ニュータウン川を越えて、及びでつながれている。は、ジャマイカ湾を越えて、 クイーンズのロッカウェイ半島とクイーンズの別の地区をつないでいるはブルックリンとロッカウェイ半島をつないでいるイースト川を渡りマンハッタンやブルックリンへとつなぐフェリーが年中運行している楽しくご覧になりましたら購読と良いですクリックしてください